えー、皆さん、こんにちは、こんばんは、えー。第4回目は変数というものを習得してみたいと思います。で、えっ、ー、と、その前に、えー、前回までの復習ですが、えっ、ー、と、前回はパート03という、えー、ソースを記述して、で、それを、えっ、ー、と、コンパイルして、実行するところまで、えー、行いましたよね。まあ、こんな感じで。で、えっ、ー、と、今回は、えー、まずこの前回記述した、 ソースの簡単な解説をした後に変数というものを解説したいと思います。でえっとこのソースまあ全部で7行ありますけれどもまあこの5行目に「こんにちは」って書いてますよね。でまあここに「こんにちは」って書いてあるからまあきっとまあ動かした時にまあここに「こんにちは」って表示されるんじゃないかなっていうことがまああのプログラムえ知らない知識がなくてもまあなんとなく想像つくんじゃないかなと思うんですがいかがでしょうかね。 ですので、まあ、試しにここの文字列を他のものに変えてみたいと思います。まあ何でもいいんですけれども、任、ま、意、あの文字列に変えて、で、上書き保存します。で、えっ、ー、と、じゃあ動かしてみます。キーボードの上を押すと、前回と同じコマンドを打てます。で、えー、やると、こんにちはのままですね。あれ、なんかダメだったなっていう気もするんですが、えっ、ー、と、ソースを修正した場合、ソース ここの文字列を変えた場合は、えっと、必ずこのコンパイルからやり直してください。コンパイルして、実行すれば、えっと、文字列が変更されます。と、まあ、こんな感じで、えっと、ここの5行目のここの部分を変更すれば、表示される文字列がえ変えられるっていうのが分かったと思うんですが、じゃあ、この上から4行目の部分と、 あと、この下の2行。これって何なのっていうことなんですけれども、まあ、これいらないのっていう感じなんですが、えっ、ー、と、まあ、当然必要です。まあ、必要なんですが、じゃあ、これが具体的に何やってるのかとかは、ちょっと残念ながら、えっ、ー、と、最初のうちは理解するのがちょっと難しいので、まあこ、こういう心当たりは無視してください。まあ、ないものだと。まあ、同じないみたいに思っていただければと思います。というわけで、えー、と当面の間、この 中の部分だけをどんどん、えー、書き足していって、えーと、ゲームを作成していきたいと思います。えー、では早速、えー、ゲームを作り込んでいきたいと思います。えーとまあ、どんなゲームの内容にするかはまだ、えー、はっきりしていませんが、まあ、とりあえず何か、えー、悪者、魔王とかいた方がいいですよね。魔王がですね、世界を滅ぼそうとしていると。うんまあ、こんな感じですよね、ゲームの始まりなんて。 で、和、えー、書き保存をして、で、コンパイルをして、実行すると、魔王が世界を滅ぼそうとしているって表示されますね。まあ、ここまではいいですよね。で、まあ、こういうなんか悪い魔王がいたらどうするのかって言ったら、まあ、やっぱりゲームのプレイヤーの人が、まあ、魔王を倒すんですよね。というわけで、まあ、文章をもっと長く表示したいんですが、 えっと、そういう場合どうすればいいかというと、まあ、ここの部分、えっ、ー、と、これをコピペします。こんな感じで。で、ここの部分を、えっ、ー、と、まあ、修正すれば、えっ、ー、と、まあ、例えば、あな、えっ、ー、と、あなたは魔王を倒しましたと。うん。こんな感じにして、で、上書き保存して、で、コンパイル実行。 これで、えっ、ー、と、2行表示されます。まあ、こんな感じで、えっ、ー、と、表示する文章をいくらでも増やすことができます。えっ、ー、と、まあ、もうお分かりだと思いますが、まあ、こんな感じで、えっ、ー、と、これをコピペすれば、えっ、ー、と、今度は3行表示できます。まあ、魔王を倒せばゲームクリアですよね。まあ、こんな感じ。そしたら当然、えー、3行表示されるっていうのはもう想像、 つきますよ、ねまあこんな感じでいくらでも増やせます。まあこれでもう何て言うんですかね小説アプリとかは作れますよね。なのでまあ小説っぽくもうちょっと文章を増やしてみたいと思うのですがえっ、ー、とまあえっ、ー、と魔王が世界を滅ぼそうとしてると。でなんであなたが倒すのっていう感じですがまああなたはですねえっ、ー、とレベルがですね99のつわものですと。 まあなんという中設定って感じですがまあこんな感じの文章を記述してえコンパイルして実行すればえと4行表示されると。うんとまあこうなってくるとまあせっかくなのでもうちょっと文章を増やして遊びたいですよね。まあ99とかねまあアホかって感じなんですが。 すぎですよね、うんでまあレベル99ならねえっといくら魔王でも一瞬ですよねうんそうなるとまあレベル99なのでうんね余裕でしたとそりゃそうですよねまあこんな感じですよねまあこんな感じで えっと,とができま,すまあこれぐらいでいいですかねこの実験はえっ、ー、とまあこれくらいでえっ、ー、とまあ文章を表示する実験としてはまあ十分すぎるくらいだと思うのですが、まあ、ただえっ、ー、とまあこれをゲームとして考えるとまあ小説でもいいんですけれどもまあ文章としては全然ダメですよね、まあ、何がダメかっていうと まず、あなたはとかってなんだよって感じですよね。名前ぐらいつけろよって感じなので、名前をつけてあげたいと思います、まあ。あなたじゃなくて、まあ、なんかサダオとかね。で、ここもあなたじゃなくてサダオ。で、あなたじゃなくてサダオ。ま、こんな感じで、あなたって書いてあるところをサダオに変更して、和書き保存して、コンパイルして、実行すれば、あなたじゃなくて、まあ、サダオに変わって まあ、ちょっとましな文章になりましたよね。えっ、ー、と、ではこれで、まあちょっとまともな文章になったかなって改めて考えてみると、まあよく考えるとあんまりサダオじゃねえ。えっ、ー、と、ちょっといまいちな気がするので、やっぱりサダオはやめましょう。サダオじゃなくて、もうちょっとかっこいい名前。トヌラとかね。やっぱりカタカナがいいですよね。 うん、魔王なんだからね。<laughs> なんで、ひらがななんだよって感じですよね。とんぬらと。まあ、これでだいぶかっこよくなったんじゃないでしょうかね。えっ、ー、と、上書き保存をして、えー、コンパイルをして実行。まあ、これで、えっ、ー、と、まあ、ちょっと RPG っぽくなったんじゃないかなと思います。 えっと、まあ、こんな感じで、まあ、名前を変更したかったら、まあ、当たり前ですけれども、まあ、そこの文字列をこう、えー、書き換えればいいわけですが、まあ、えっ、ー、と、今は文章全部で6行だからいいですよね。まあ、6行だからいいんですが、まあ、この後どんどん文章を付け足していって、まあ、100行とか1000行とかある文章になった場合に、まあ、やっぱりト村でも嫌だとか、そういうわがまま言い始めたら、えっ、ー、と、だんだんその修正作業面倒になってきますよね。 えとそういう場合に、えー、と便利な機能がありまして、まあ、それが今回紹介する、えー、と変数という機能になりますここでストリングでスペースでネームと書きますでイコールでダブルコーテーションでトンヌラと書きますで、えー、と最後に、えー、とセミコロンを書きますでここのトンヌラって書いてある部分を削ってネームプラスでここも プラス、ネーム、プラス。で、ダブルコーテーション。で、ここも、ネーム、プラス、まあ。こんな感じ。これで、えっ、ー、と、上書き保存をして、えー、コンパイルして、実行すると、えっ、ー、と、名前の部分が、えっ、ー、と、その該当のものに変わります。これで、例えば、えー、トンヌラじゃなくて、アーサーがいいと。 そういうかっこいい名前になったときに、えー、時にも、この一箇所を変更するだけで、名前を変更できると。ああ、便利ですよね。えっ、ー、と、これが変数になります。えー、では最後に、この便利な変数の使い方を解説しますが、えっ、ー、と、変数、ここで定義してます。えっ、ー、と、このストリングっていうのが、変数の型と言われるものになります。 えっと、ストリング以外に他のものもいくつかあるんですが、まあ、それは今後、えー、学んでいきます。えっ、ー、と、まあ、これは決まりきった文言と覚えておいてください。今回に関しては。で、ここのネーム。これは変数名というものなんですが、えっ、ー、と、これは、えっ、ー、と、私がつけた任意の名前です。なので、別にネームじゃなくてもいいです。えっ、ー、と、まあ、数学っぽく変数だから x とか、まあ、そんな感じでもいいです。まあ、そしたら当然ここも x。 ここも x、ここも x になりますけれども、まあ、こんな感じでも、えっ、ー、と、普通に動きます。うん、で、まあ、動くんですが、えっ、ー、と、まあ、ただ、x っていう名前よりは、ネームの方が分かりやすかったですよね。まあ、名前なんだなっていう感じ。なので、まあ、この変数名っていうのは、えっ、ー、と、任意なんですけれども、まあ、任意だからこそ、えっ、ー、と、分かりやすい名前を えー、つけることが求められるという、えー、話になります。まあ、センスの問題なんですけれども、まあ、名前ぐらいはネームでいいですよね。まあ、生 A とかでもいいですけどね。まあ、こんな感じで、えっ、ー、と、変数というものを使えば、まあ、ちょっと便利になるよというのが、えっ、ー、と、今回の話です。えー、では、えー、以上になります。えー、最後までご視聴ありがとうございました。